MHK ニュースです。解説は、ドナルド・トランポリンさんと、私、アナウンサーのひらひらクリキントンがお送りいたします。韓国では、自国文化の保護のため、また、大日本帝国の韓国併合とその後の日本統治時代、1910年から1945年の影響による国民感情を害するとして、日本の漫画や映画、音楽、邦楽、J-POP 等、大衆文化を法令で規制してきました。具体例として、韓国のテレビ放送において、日本語の歌詞を放送することの禁止、日本のテレビ番組を放送することの禁止等があります。しかし、1998年に、小渕恵三元首相と韓国のキム・デジュン元大統領による日韓共同宣言、21世紀に向けた新たな日韓パートナーシップにより、韓国で徐々に日本文化が解放されてきました。現在、日本は韓流ドラマや K-POP が若者や主婦層にもてはやされている風潮にあると、日本のマスメディアがざわついています。2016年の資料によると、日本での K-POP 売上高は約2億8000万ドル。日本円で約305億円を売り上げています。世界輸出の割合では、日本が 62.7%、中国が 22.2% と続きます。2017年以降は、原爆 T シャツを着て日本をおちょくった防弾少年団の人気や、整形で見分けのつかない下品な踊りを披露するトワイス等の活躍で、売上高はさらに増えたと思います。日本では全く規制されていない韓国文化。しかし、韓国内で日本文化開放の現状はどのようになっているのでしょうか。4月9日付の週刊ポストより一部を引用してお伝えいたします。韓国では戦後数十年もの間、日本の映画やドラマ、歌謡曲などの大衆文化が国民感情を害する悪いものとされ、放送することが禁じられていた。近年になって、それらは段階的に解禁されたが、韓国人のノンフィクションライター、チェ・ソギョン氏、韓国、反日フェイクの病理学著者によると、実は、まだ解禁されていないものがあるという。戦後数十年間禁止されていた日本文化が解禁された。1998年には漫画、そして、世界四大映画祭での受賞歴がある作品という限定的なものではあったが、日本映画が解禁され、その後も徐々に音楽、アニメ、ゲーム、そして全ての映画へと解禁範囲は拡大した。現在では1998年以前には考えられなかったほど多くの日本コンテンツが韓国に流入している。だが、現実として自主規制により韓国の日本文化開放は今なお限られており、依然として閉鎖的だということだ。実態は、日本文化を韓国に紹介する際に韓国化が強制される中途半端な文化開放なのである。まず、日本音楽を例に見ると、韓国のレコードショップで日本の歌手の CD は売られているが、その歌をラジオやテレビでは聞けない。放送局が流さないからだ。そして、日本のドラマも韓国で人気があり放送されているのだが、これを楽しむことができるのは有料のケーブルテレビと契約している視聴者たちだけだ。法で禁止しているわけではないが、放送局内部の方針として地上波では事実上放送禁止としている。韓国のラジオで聞くことのできる日本の歌は韓国の歌手が韓国語でリメイクした曲だけだ。韓国歌手が歌うとしても日本語で歌うものは放送されない。この状況を解禁、解放と言えるだろうか。日本のテレビやラジオでは韓国の歌手が韓国語で歌ったとしてもそのまま放送されるなど何の制約もない。これでは同じレベルでの文化開放を行ったとは言えないだろう。韓国は2トラック戦略で政治と経済を分けるといつも一方的に言っていますよね。しかし経済を分けたとしても、日本に不利な経済戦略を取られたら、身も蓋もありませんよ。それに、韓国の歌手や俳優も、至るところで反日活動をしていますよ。すべてに関して日本に不利なことばかりです。今現在の日韓関係は、
韓国の不条理な行動や発言で最悪な状態です。こんな状況でも韓国の見苦しいドラマや耳障りな音楽が日夜垂れ流されています。日本のメディアもわきまえて放送してもらいたいものです。それと日本政府もそろそろ規制をかける時期に来ているかもしれません。それに韓国で蔓延している著作権侵害に対しても韓国政府に日本政府の得意技である遺憾の意を発射せねばなりませんよ。私は韓国ものを聞いたことも見たこともありません。 MHK ニュースでした。ご視聴ありがとうございました。コメントや高評価、チャンネル登録をお願いいたします。